長崎は今日も雨だったでおなじみ歌手の前川清さん。歌手だけではなく視聴率男の異名を持ち、バラエティ番組でも引っ張りだこですよね。前川清さんといえば、過去には藤圭子さんと結婚されていたことでも有名ですが、藤圭子さんとの離婚理由や現在の家族について気になる情報をお届けします。前川清の前妻は藤圭子。前川清さんは1971年に、今は亡き歌手の藤圭子さんとご結婚されました。1971年当時はお二人とも人気絶頂期で、この結婚は大注目を浴びました。そんなお二人の馴れ初めですが、内山田ひろしとクールファイブと藤さんは同じレコード会社に所属しており、レコーディングスタジオの廊下でたまにすれ違うことがあったようです。前川さんは人形のように美しい富士山を見て一目惚れ。ところが富士山は当時師弟関係で住み込みをしていたという恩師の石坂正夫さんに好意を持っており、結婚したいと周囲に漏らしていたといいます。それにもかかわらず猛アタックを繰り返し、見事前川清さんは藤圭子さんを射止めたのです。交際のことは当然事務所には内緒でしたが、二人の熱愛はすぐにスクープされ、その後は連日週刊誌に追われるように。二人は強行手段に出て、事務所にも内緒で電撃結婚を発表しました。そして1971年8月2日、前川さんの地元である長崎県佐世保市の教会で結婚式を挙げたのです。ところがそれから1年後、おしどり夫婦と呼ばれたお二人は電撃離婚会見を開くことに。この会見に詰めかけた報道陣から、離婚の理由について質問されるも、二人はただ、ありませんと答えるだけでした。というのも、歌謡曲全盛期だった当時、二人は共に多忙を極めており、結婚生活自体実態のないものだったと、後に前川清さんは語っています。また、富士さんは結婚当初から海外での活動を視野に入れており、感覚的なズレがあったことも理由のようです。結婚後渡米した富士さんは、音楽プロデューサーの宇多田輝実さんと出会い、1982年に結婚。翌年、1983年には宇多田ヒカルさんが誕生されたのでした。前川清の現在の嫁は？一方、前川さんですが、離婚から10年後の1982年、レコード会社の社員だった現在の奥様と、会社の飲みの席で知り合い再婚へ。1984年に長女、1985年に長男、1991年に次女が誕生していますが、中でも長男と次女は、芸能活動をされており、前川さんとも何度か共演されています。前川清の子供について。まず、長男は前川博樹さんという方で、現在は博樹名義でシンガーソングライターとして活動中です。博樹さんが2005年にお父様の名を隠し、エイベックス主催のオーディション、エイモーション、2005に応募すると、見事グランプリを獲得。翌2006年にメジャーデビューしました。ですが歌手としては全く売れず、サードシングル、君のいない左側を発表した際に、前川清さんの息子であることを公表すると、2019年のアニメ、妖怪ウォッチのオープニング曲となった、
ケラケラ法の歌で、アニメのヒットとともに大人気に。現在はバラエティ番組にも出演する機会があり、その際には歌の仕事は全く来ない。デビューから12年間、音楽番組で自分の曲を歌ったことは一度しかない。などと自虐ネタで盛り上げています。またプライベートでは2019年11月10日に、アイドルユニット、チーキーパレードの元メンバーである渡辺あさみさんと結婚されています。お二人は2010年に公開された映画、ラムネで共演され、その後、チーキーパレードの解散後に交際に発展。2020年には第一子、女児が誕生しています。そして次女は、前川由紀奈さんという方で、ロックバンド、ダイヤウルフのボーカルを務めています。前川由紀奈さんは、LGBT をカミングアウトされたことでも話題となりましたが、そのバンドの実力は本物で、渋谷、レックス・ルイード・プレゼンツ、L1 グランプリ2016で準優勝したことがあるそうです。そして2019年に、アルバム、進化でメジャーデビュー。ダイヤウルフは、超重量ユニットとも言われ、二人の体重が合計260キロを超えていることでも有名です。ユキナさんは、父の前川さんから、0.1 トンの娘と呼ばれているそうで、お二人がテレビで親子共演をする姿を見ても、とても仲良しなことが伺えます。前川清プロフィール。前川清さんは、両親とお姉さん二人、お兄さん一人の6人家族です。そして父親は、佐世保の米軍基地に船大工として勤務していました。酒癖が悪く、酔うと暴れるような方だったそうで、前川さんも苦労されてきたようですが、兄弟の中でも9歳年上のお兄様はとても優しく、いつも前川さんのことを可愛がってくれたそうですが、そのお兄様は幼い頃に亡くなってしまいます。少年時代の前川さんは野球が好きで、米軍基地で働く日本人職員の指定を集めてチームを作っていたことがあり、佐世保市立花園中学校時代はエースピッチャーだったそう。また高校時代にも投手として野球部に在籍していました。米軍の佐世保基地の兵舎から流れてきたジャズに衝撃を受けた前川さんは、中学高校とジャズに熱中し、それが高じて歌手への夢を抱くようになります。1968年、高校2年で中退すると、セールスマンなどを経て、長崎市内のキャバレーで歌っていたところを小林正樹さんに見出され、内山田博士とクールファイブにリードボーカルとして参加。1969年2月5日には、長崎は今日も雨だったでメジャーデビューしました。この曲が大ヒットすると、年末の第20回 NHK 紅白歌合戦に初出場。その後、1970年の噂の女、1972年のそして神戸、1975年の中之島ブルース、1976年の東京砂漠など、ヒットナンバーを数多く輩出。紅白出場回数は、クールファイブ時代とソロでの出場を合わせて合計29回にも及び、これは歴代白組で6番目に多い数字となっています。そんな前川さん、クールファイブ時代の初期は常にスマッシュ顔で斜に構え、クールでほとんど喋らない2枚目キャラクターでしたが、1970年代半ばに萩本欽一さんの
金ちゃんのドンとやってみようのレギュラーに起用されると、2枚目の裏に隠れていた大ボケな個性があらわになり、お笑いの才能も広く認められるようになりました。以降、歌手だけではなく、8時だよ全員集合、ドリフ大爆笑など、バラエティ番組のコントでも活躍し、お茶の間の人気者に。2012年から放送が開始された、九州朝日放送の旅番組、前川清の笑顔満点旅好きでは、九州を中心とした日本各地の行き当たりばったりの旅を行い、この番組は九州地方の人気番組になっています。そして1987年になると、クール5を脱退し、ソロ活動を本格的にスタートさせ、以降は演歌や歌謡曲のみならず、ソロデビュー曲の坂本龍一さん作曲雪列車や井上大輔さん作曲のフィクションのようになど、ポップス色を出した曲も数多く歌うようになっています。いかがだったでしょうか。最近ではコロナ禍でリリースした歩いていこうが演歌チャート1位を獲得するなど、現在も大活躍の前川清さん、家族仲も非常に良いようですね。前川清さんの今後の活躍も楽しみにしています。